ミューゼスルタンは日本の競争馬、シュボバ。主なカチクラは2014年の新潟に歳ステークス。平成の新山と期待されたが、度重なる骨折により7戦のみで引退となった。馬名の由来はカングリ名にアラビア語で皇帝。祖母となるマルカコマチは1999年の京都、頻馬特別を制して繁殖頻馬となり、 その3番目の子として生まれたフレンチデピューティサンクが母となるアスクデピューティである。2006年にデビューし、シオンステークスではアルコセニョーラに0.2秒差の3着、2008年のエリザベス女王杯で GI 出走を果たすなど32戦5勝という成績を残した。引退後は繁殖品馬となり、初年度は名称サムソンが種付けられ、初子となる品馬を出産。 続く2年目は、キングカメハメハが種付けられて2012年4月3日、ヤシロ大ファームにて2万個となるオウマが誕生する。牧場では、小柄であったが、馬体のバランスが良く、バネの効いた動きだったという。2013年のセレクトセール一切部門にて、高橋ひとしに7875万円で、購買され、ミホトレーニングセンター所属の大江原明ラ・ア旧社に預けられた。 2014年8月10日、新潟競馬場の新馬戦に、柴田義富を安城にデビュー。単勝オッズ3.5倍の2番人気に押され、ソウルインパクトに一馬に4分の1の差離して勝利、デビュー勝ちを果たす。続いて、同条件の新潟2歳ステークスに参戦。単勝オッズ4.1倍の3番人気に押され、重傷初出走となった。中断で待機して、 最後の直線に入ると、バグンの中から進出。先頭に踊り出たところ、大外から追い込んできた一番人気、アブニール・マルシェと花面合わせ、2歳、コースレコードである1分33秒4で入選。写真判定の結果、花差先着で1着となり、2連勝で重賞初勝利となった。所有する高橋は、重賞初勝利、 柴田は2011年モンストールでの勝利以来、新潟2歳、ステークス2勝目となった。数日後、左前足炎異端骨折を発症が判明、米粒大ほどの骨片を除去する手術が施された。大江源によると、症状は軽く、2015年の春には復帰できると、していた。3歳となり、サツキ賞のトライアル競争である、スプリングステークスで復帰するも、 北山ブラックに0.5秒離された7着に敗れる。サツキ賞は中山競馬場の開催が最終週で、馬場が悪いことや2回のターンがあることを嫌って敬遠し NHK マイルカップに参戦。出走前日の発売では1番人気に支持されていたものの、当日にはグランシルクに次ぐ単勝オッズ5.9倍の2番人気となった。後方から鋭く伸びたものの、 先に抜け出していたクラリティスカイに一馬身と首差届かず三着となる。大江ゲンは前残りのペースの中でよく来ていた。とし、柴田がまだ先のある馬だからと言ったという。加えて、いずれは GI を勝てるでしょうと見込んでいた。続いて、東京優春に進み、ドゥラメンテに0.8秒離された六着となる。秋は、 コバと初めて顔を合わせる新潟記念に出走。単勝オッズ6.1倍の一番人気に押されたが、出走18頭中16着に敗れた。競争中に右頭骨炎異単骨折を発症していたことが判明し、長期間の休養を余儀なくされる。福島県岩木市の競争場総合研究所、時和市所にて休養し、休養中に1000万円以下乗検場となり、 オープンクラスから2階級に高級した。復帰は9ヶ月後の2016年6月19日、両方の足で骨折の経験があることから、足元の不安を軽減するために、ダート競争に転向お梅特別に出走し、勝利を挙げる。次が期待されたものの故障のため、競争バリハビリテーションセンターに、再び入所し、ウォータートレッドミルが施され、 復帰に向けリハビリテーションが行われた。しかし、2017年4月8日、右第四、中手骨を骨折が判明し、戦線復帰には3ヶ月以上の休養が必要となった。しかし戦線復帰を断念し、4日後の4月12日付で、JRA の競争場登録を抹消し、引退することとなった。翌13日、 北海道新日高町のアロースタットにて種ボバーとしてスタットインした。初年度しつけ料は20万円。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。2020年デビューの初年度3区は全3頭。その3頭すべてが美穂、大江原明ラ・9社に所属。2020年6月13日、ユングビが3区の JRA 初出走。 10月18日には3区の初勝利を挙げた。11月7日 G2KO 杯2歳ステークスに出走し3着となった。ありがとうございます。